今、就活の悩みの方をじゃあ早速言っていただいてよろしいでしょうか。これを言ったら前者に落とされる気がするんですけど。なるほど、言いましょう。はい、第一志望がないです。どこに行きたいのか自分でわからないっていうのが悩みです。みんなそう、大体そうですよ。まあみんなそうですね。そうでもないですか、はい、周りの友達とか、私はここが第一志望ですとか言ってるんですか。結構その第一志望群っていう会社はもう何社か決めてるっていう子が多いので。第一志望群的なものもないってことですか。今のところ正直ないんです。もし例えば第一志望みたいにどっかじゃないとダメっていうことじゃなくて、結構まあここでもいいし、ここでもいいし、ここでもいいし、ここでもいいっていうんだったら、むしろすごいいいことなんですよね。キャリアのいろんな理論とかを見てても、チャンスを生かせる人ってあんまり こだわりがなくてオープンマインドな人だっていう研究もあったりするぐらいなんで、だいたいよくあるじゃないですか、あのお昼ご飯どこ行きたいとかって言って、何でもいいですよ。じゃあ、イタリアンにしようかって言ったら、イタリアンはいいやん。あ、それある。お前、それだ。それだ。何でもいいじゃないじゃないか。だから、単純に無意識ではあるくせに言えてないだけなのか、本当にいいのかってだいぶ違うと思いますけどね。だから、本当にないことは、僕は悩みじゃない気がする。ですけどね、あ、もちろんその実務的にはね、会社を選ぶ時とかどうしようとか、受けるにしてもどう受けるかとか、はい、具体的には困りますけどね。ですけどキャリアに対する姿勢として別にそんなむちゃくちゃ悪いことではないというか、特に若いですし、まだ全然いいんじゃないですか。第一志望がなくて、その代わり就職したいと思うのでたくさん内定を取られればいいんじゃないですか。そこが全然取れないと悩んじゃうっていう、そっちの方は深刻な悩みになる。内定は取られてるんでしょ。まだです。会社で志望理由みたいなのを聞かれた時に答えられなくて、うちじゃなくてもいいよねって言われた時におっしゃる通りですって言ったら落とされた。そりゃそうでしょ。当たりましょう。ビジネスマナーみたいなもんですから、うん、本当に心底どうだっていうことを聞きたいわけじゃなくて、うん、業界の魅力はこうだと、その会社のホームページや面接を通じて読み込んだ中からここがいいと思ったとか、仕事の中身のこの辺がいいと思ったみたいな3つぐらいの音を、まあ、なんかお伝えすればいいんじゃないですか。ここが絶対に好きっていうわけよく分かってないんだよねみたいな話で、ちょっと学生さんが多分悩むんですけど、ここは相手のいいところ探しをしてお伝えするビジネスマナーだというふうに思えば気楽に話せるんじゃないですか。まず松原さんがそもそもですね、本心で就職という道を選びたいかどうかは僕は知りません。で、知らないんですけど、もし本当に仮に就職したいというのであれば、ちょっと質問なんですけど、松原さんは大学の中で同期の友達が多いタイプか、先輩とのつながりが多いタイプか、それとも少ないタイプか、どうですか？部活動をやっていたので。お、何部ですか？ソフトテニス部なんで、本当に先輩もそうですし、後輩ともつながりが多い。させていただいたかな。で、その中で尊敬してる先輩とか尊敬してる同期っていませんか？あ、います。その人をまず盗めばいいじゃないですか。その人とはどういう道を歩んだんですか？寺で修行。でもそういう道結構ありなんじゃない？そしたら価値観的に。だから要は誰にも左右されたくないんですよ、松原さんは。他人人生を干渉してほしくないんですよ。だからお寺で我が道を行くっていうのが価値を感じてるんですね。でも僕はそっちの道が合ってると思う。あんま興味ないです、他人に。知りたい欲は強い。強いの？どうなんでしょう。僕はあんまり人に興味ないと思う。志望動機だって相手のことに合わせようと思わないわけでしょ。だったら相手に合わせなくていいと思う。というので、僕のおすすめとしては、とにかく同期とか先輩とかの尊敬する人のエッセンスを盗むところからまず始めるといいかな。まずは真似から入るっていうのがいいかなと思います。自分の尊敬する人とかに改めてお話聞いてみようかな。はい、そうしてください。なんでやってないむしろっていう。7月から就職したんでしょう。はい。もっと早くやるべき。好きになれないんだったら、自分を一番好きになってくれるところに行けばいいんじゃないですかね。求めてくれるわけですから、自分は分かってないけれども、能力とか性格を見て、ぜひうちに来てくれって言われたところで言うと、まあ、成功確率高いですよね、そうなると。まあ、全然泣いて、たくさん出ちゃうと思います。そう。あと、自分のどこが、じゃあ好きなのかみたいなことを聞いてみたときに、それが自分が別に売りにしたくないところが好きな理由だったら嫌じゃないですか。好き度と好きな理由みたいなのがこう自分でフィットしているんだったら選ぶっていうやり方もありますよね。でそうするとね、なんか止められて入ったら活躍できる確率が高くて、成果を出せたら褒められたりとか貢献できる感じができて、なら徐々に好きになってくる、まあ、流れっていうのはよくあるパターンだと思うんですね、はい、確かにそこまで話すことってあんまりなかったかなと思って、うん、そういうのを聞いてみるのもいいかなって思いました。
ただ今いろんな企業を受け入れてると思うんですけど、そこの企業さんはどういうふうに決めてるんですか？基本的に一番の初めはスカウトアプリでスカウトをいただいた企業さんにご縁があると思って行かせていただいて、そこが一番メインです。スカウトアプリでスカウトが来た企業に就職する。最初就職活動してる時はもう右も左も分からなかったので、まずこうスカウトいただいてマッチしてる可能性が高い企業さんから見させていただく。先輩は就職活動してないんですか？していらっしゃいます、はい、みんなスカウトでした。全員ではない。なんか情報がすごい狭いよ、すごい。スカウトアプリだってもうこれだから危険だと思う、それで決めるのは。でも本当に自分から応募ナビとか見てて選べないんだったらまずはしゃあないですよね。で来た人の中からいいな悪いなって言っていいと思ったものの共通点から軸作っていくみたいなのがあると思うので、まず来たらいい悪いぐらいの理由はなくてもいいんで、もう何でも行くじゃないですよね。ではないです。ですよね。だからそうするとじゃあこれ共通点って何だろうって頭で理屈で考えれるじゃないですか、はい、そしたら自分が何の基準で選んでたのかっていうのを抽出することができると思うんですよね、はい、そしたら今度は自分からもいけるようになるかもしれないですよね。選考が進みやすかった業界とかどういう感じの企業さんだったら受けが良かったなとかって教えてもらってもいい？業界というよりも面接のスタイルが結構左右するんですけど、いわゆる決められたものを話すだけだとなかなか自分らしさが出せなくて落ちてしまうこともあって、例えば具体的には、例えばなんで首相になったのかとか、なんでソフトテニスを10年以上続けてるのかとか、そういう質問に対して本当の本音の自分はあんまりわからないというか、本当に楽しいからやるとか感覚的なに動いてきた分、うん、それを答えなきゃいけないときにどうしてもこううまく話せないと言いますか。それは思った通りに喋ればいいんじゃないですか。面白い、楽しいからやってますって十分な理由だと思うけど。そうなんですね。うまく話そうとしてしまう。背伸びしなくていいんじゃないですか。じゃあソフトテニスを10年間やっているっていうことの継続性みたいなものは基本的にはとても大事なことなんで、的には評価されやすい、まあ、継続して努力して、まあ、もちろん大事なことは本当は結果が出てることなんですけど、何の結果が出てるのか、まあ、仕事はもうずっとそれが問われるので、その結果のレベルが高ければ高いほどやっぱりいいんですよね、というのがありますけど、まあ、継続してやってることがあるのはいいかなと、まあ、正直言うと私仕事以外は何も継続できたことないんで結局何もアピールすることがなかったって学生の頃はあるんでいいなって単に思いましたけど、別にそれも好きだからやってますっていう、好きだからっていうのは論破できないんで。できないですね。結構魔法のワードなんですよ。今までは話してたのは結構聞こえがいいような理由を作っています。でもなんかソフトテニスの面白いところがあるんですよ、きっと。実はみたいな話があるといいんですけど、ソフトテニスって一見こういうふうに思われてると思うんですけど、実はみたいな、まあ多分あると思うんですよ、みんなテニスと間違いやがってこの野郎とか。あります。好きを理由にすることで一応リスクだけ言っとくと、はい、好きなのにこんだけしか努力しないんだとか、好きなのにこんなもんなんだっていうふうに、まあ、結構だから、ね、好きっていうと大したことじゃなかったらがっかり感が出てくるんですよね、はい、だから逆に言うとだからリスクないのは好きでもないことを義務でやらなきゃいけなかったんだけど、自分でいろいろ工夫してセルフモチベートしてやるようになったって言ったらリスクないじゃないですか、これ、はい、だからちょっと気をつけた方がいいかもしれないですね。好きだからを理由にするっていうのは別に悪くないんですけど、好きなもんでもこのレベルなのかって思われたら、じゃあ好きじゃないもんだったらもっと多分もっとダメなんだろうなみたいな、普通好きなこと頑張るのは当たり前なんで、はい、頑張りの水準みたいなものが判定されちゃうかもしれないですね。好きだったらどれだけコミットしてできてるのかっていう、好きを理由にするんだったら大したことやってなかったらちょっとそのセットじゃないとちょっと危険。就活の軸っていうのが定まらない、効率的に就職活動するっていうのはなかなか難しい。どうなりたくないのかというのを考えて、すごい狭い世界で見ちゃってるなって。